松本全明は、日本の弁護士、日本共産党名誉役員、公益財団法人、岩崎千尋記念事業団評議員、元衆議院議員。最初の妻は、画家の岩崎千尋、大阪府生まれ、北野中学校卒業、海軍兵学校で終戦を迎え、1948年、東京大学法学部政治学科在学中に、日本共産党に入党。 1949年に国会秘書となり、1950年に岩崎と結婚。1951年司法試験合格。1952年に司法修習生となり、1954年からは弁護士として松川事件や命令事件、労働葬儀に関わる。1967年に東京4区から初当選。 その後、比例東北ブロックに移り、2003年まで日本共産党衆議院議員を通算11期務める。衆議院議員在職中は、予算委員会や農林水産委員会に所属、党国対委員長、党衆議院議員団長、党幹部会委員などを務めた。2019年6月24日、老衰のため93歳で死去。元共産党衆議院議員の松本善明さん。 老水で死去93歳。朝日新聞。https www. 朝日 .com アーティクルズ ASM714DKGM71-00SHTML2019 年7月1日、閲覧。斎藤修雄、松川事件はなぜ起きたか、夢追い人よ。斎藤修雄取材ノート1月辞書館。 1989年、ISBN4 から806756695、藤田伝とは何者か連続インタビュー第1回国会議員署名、これまでと今後の展望空港はいらない、静岡県民の会、ありがとうございます。